はい、本日私はザンパゴルフクラブさんの方に足を運んでおりますそれでは早速自己紹介の方からまずよろしくお願いしますはい。えー、ただいま、えー、紹介を受けました株式会社ザンパゴルフクラブの山内陽志次と申します、えー、オープン30周年を迎えまして、えー、こう心も晴れ晴れとした あ今の状態であります今から FM 読みたんの若い青年たちと一緒に話もしながら受けていきたいと思いますのでよろしくお願いします今回株式会社ザンパゴルフクラブさんが来る1月15日にオープン30周年を迎えるということで改めておめでとうございますはいありがとうございます、えー、まあ、30周年というこの歳月といいますかね えー、10年、20年というふうに、えー、時が経つにつれて私たち、このザンパゴルフクラブがここまで成長したのも地域の皆さん、そしてゴルフ、そしてデストラン愛好者の皆さんのおかげだと、えー、こう思っておりますのでこれからも一つよろしくお願いしますありがとうございます。 では改めましてザンパーゴルフクラブさんはゴルフ場レストラン等もございますがまず先にゴルフ場の紹介よろししくお願いします、はい、私たちザンパーゴルフクラブは平成4年1992年の1月の15日にオープンして今日に至っております。この30年という 節目を迎えましてです、ねえー、地域の皆様方にも、えー、こう感謝を申し上げながらこう30年を迎えるわけですけれども30年来るこの10年前20年ぐらい前までは本当に私たちザンパゴルフは死一平したわけですね苦労に苦労を重ねてこの30周年を迎えてこういうふうに FMA ミタンとの 何と言いますかコミュニケーションをも取るようになっておりますんでこれからも一つよろしく地域の皆さんゴルファーの皆さんこの残波園を利用する皆さんにもよろししくお願い申し上げますこの残波ゴルフというのは本当に地域の拠り所語り合いの場癒しの場そしてゴルフ場としては健康づくりの場をモットーにして 今後やっているわけですけれども、えー、この語らいの場コミュニケーションの場というのは本当にこのレストランの個室とかあの大,大ホールの中でも語らいをしながら読ミタンソンの発展にも寄与しているんじゃないかなと思って自負しております、えー、こういうふうにしながらいろいろやっていますけれども本当にその 地域の皆さんがこの残破ゴルフをご利用していただいて発展せいさせていることに対し感謝を申し上げます。で、えー、レストランにしても、えー、やはりこの大広間もありますしこの個室もありますんで、えー、今頃になったらそのツシビー数字とかタンカー遊泳とかモアイとか。 家族の食事会とかいろんなことがありましたけれどもコロナとかをムキとかがあって今減っていますけれども就職したらまた地域の皆さん是非ご利用して私たちジャンパゴルフジャンパ園をどうぞ成長発展させてくださいますようお願い申し上げます。 来る1月15日にオープン30周年を迎える株式会社ザンパゴルフクラブさん、社長の山内社長からお話をお伺いしました。本日はどうもお忙しい時間の中、インタビューを答えていただきありがとうございました。本当にありがとうございました。東原さん、日賀さん、黒 <laughs> さん、ありがとうございます。ありがとうございます。